俺ずっと歯医者行ってんだよ、ね、歯医者行ってて、俺もこう無意識の優しさが出たんやな。何？その辻井さんってあれですよねみたいな歯科助手の方にこうふと言われてんけど、このウィーンってこう下げますねってこう下げていくやん、そうこうあれのスピードで口バーって上げますね。あ、ほんまですか。それ優しいか。いやそれはなんかいやこっちとして重たいんですよってそれなんか言ってもらえて、俺無意識の優しさやなこれはっていう。そうやね、ちょっと気使わしてもうたなっていう。あ、そう。うん、そうやね。むちゃくちゃでも顔さしたんや。あ、でもなんか気づいてくれてて。あ、そう。やっぱ俺もう歯医者行くんがもう久しぶりで、も3回目ぐらいなんですけど最近行ったんが、でもその1回目行く前がもうむっちゃ怖くて、そのツイッターでつぶやいたりしてたんよ、もう今から歯をなんかいろいろしますって、ね、もうその灰皿みたいなやつでもう頭どつかれて気を失ってる間にもう終わってほしいですわみたいなことをこうつぶやいてたの。まあまあまあ冗談でな、で、まあ、治療が終わった時2回目ぐらいの時かな、すいません、あの灰皿用意してなくてみたいな。しゃばれてるやつ、うぜやろやつ。あ、そうで呼んでくれてましたみたいな。あ、そうなんですみたいな。あ、そうなん。めちゃくちゃ恥ずかしかった。意外と見られてるから気ぃつけよ。あ、SNS っていうのは。いや、意外と見られてる。あ、バレてたんや。すごいな。いやいや、もうそうそうそう。意外とやっぱり、見てくれてんねやなと思って。俺も歯医者の時顔さしてさ。あ、言いましたが、うん、でその歯科助手の子がなんか若い子でなんか2人ぐらいついとってんよ、若い男のところ、うん、女の子で先生おってさ、うん、で1人の女の子が誰かが「あ、ハイローエンテル毛利さんですよね」って言われて、すごい、その何ていうの、和気あいあいとしすぎる歯医者やったから、うん、3人で喋るのよ。で3人プラス俺で喋んねんけど、俺ずっと口開いてる状態が、ああみたいな、その話しかけられるよな、それは多分。あれずっと話しかけられる、口開けてる状態でも。ああ、なるほどな。ああ、だから結局その大事な情報を言わなあかん時も、あれどうしてんだよな、みんな。分からへん。